待って、一個聞いていい？うん。ホエモンあれ見たんやけどさ。僕ドラえもんです。未来から来た猫型ロボットだよ。ロドンシボあえええええロミラゴーレあええ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 え僕の四次元ポケットには秘密道具が入っているんだ。のび太くん。シャーペルーええええええのび、のび。のび太くん。人という感じはやさかよ。うん。あれ何？わからん。わからんって何？いや違う、あのそのちょっとネタを解説させるようでほんまに申し訳ないねんけど。いやいやいや、わからんって。わからんって。ちょっと待って、教えて。ほんまにわからんかって。もあの水をさ、こう口からバーってこう喋ってんのに嗚咽してるみたいなことはわかってる。うん。でもあのブッツ自体何あれ？あれは、うん、あのシャワーヘッド。あ、シャワーヘッドなんや。売ってんねんあれ。いや僕ちょっと勘違いしてた、ごめん。クリスがさあのオナホールをさ龍ヶ崎さん。いやオナホールをな、オナホール使ってなんかやってんのかなって。やつに思われてるのが心外やわ、ほんまに。いや、クリスだったらやりかね。さすがに私もオナホールは映さんって。いや、だからなんでオホエモンなんだろうって思ってたの。なんでオナエモンじゃないんだろうって思ってたの。あ、ごめんね、ごめんね。普通に僕なんかオナホをこうシャワーになんかうまいことつなげて、ああいう風になんかやってんのかなって。クリスまたなんか変なことやっとるなって。でもさ、それだとしてもさ、うん、ドラえもんの形を使ったさオナホール出してる企業の方が企業がいるってことでしょ。そうなったらやばいでしょ。確かにやばい。風評被害すぎるやんな。ドラえもんに対する。ほんまに訴えられるよ、ほんまに。あ、そういうことな。いや、クリスやったらマジでやりかねへんって思ってたから、ちょっとそこはちょっと心外やな。そやん、シャワーヘッド。それはごめんやわ。あれは、うん。あ、そうなんや。